対決。全然日本チャンピオンになれるぐらいは実力はあると思ってる。今度おらんからかな。何回でもいいしな。この踏み台に赤尾選手がいるのか。じゃあ何でも。今宵完全決着。勅使河原博明、暴走族総長として喧嘩に明け暮れていた少年時代、ある一冊の本との出会いが彼の運命を大きく変える。昔少年院に入ってで悪さしたんです。昔で少年院に入って二度目の少年院で宇和島光一会長の自伝を読んで、その時に俺も世界チャンピオンになれるなっていうのを確信して、本当ボクサーとしてはすごい本当尊敬できる選手です。本当憧れの存在なんですけど、やっぱリングの上上がったら立場一緒なんで、もう赤尾選手が持ってるもの僕が全部ここで奪って赤尾選手を引退させます。赤穂亮、元東洋太平洋王者、元 WBO インターナショナル王者、この男を倒す。この圧倒的暴力についた通りな華麗なる殺し屋。確かに PTB を12勝いっぱいでしょ。12勝いっぱいだし、ランキング入っていてもおかしくない選手だと思うけど、まあじゃあ12勝のうち誰でやってんのって話だ。向こうは万全に仕上げてこないと終わりません。万全に仕上げたと来たところなんて勝てはしない。弟子が罠か、赤穂亮か。ダイナマイトパンチ赤穂亮 VS 勅使河原博明。